シルクアミリの桐生です。またね、素敵な靴下が編み上がってまいります。ツ、はいはい、イードウールのジャガードソックス、はい、これね、なんか人気やねんな、はい、そうですね、この色はもう人気やから、そのまま数年にわたって、去年だけちょっとお休みして、そうでしたね、そう言われると、でずっと作ってたんですよ、うん、で今回ちょっとあの色を一新して、はいはい、で、あの、ね、そうそう、みんなでスタッフです、スタッフでね、投票めっちゃ考え私が聞き回って、あんた聞き回った、やっと今気がしますめっちゃ聞き回ってくれて、そう投票してね、多数決取りました。でボルドーと、はい、あのミディアムグレー、うんうん、そしてピスタチオとグレージュ、これも可愛いな、うん、そうなんです、これも割と人気あってんな、はい、でからクリーム、うん、ホワイト&グレー、これもなかなかいいよな、そう、私これちょっと可愛いなと思ってます。そうなんや、はい、ウォルナット&オレンジ、へえ、面白いな、うんうんうん、これがチャコール&ホワイト、これもちょっと、ね、うん、おしゃれ、黒が見えるんですけどね、おしゃれ、うん、はい、そう、チャコールやねんな、はい、で、これってね、はい、なんかあの、うん、お店に来た人がめっちゃ買いはるんですよ、うんうんうん、なんかきつそうやねんけど、こんな感じで割とゆったりなるんですか、ピタッと、うん、ピタッと履ける感じやね、しゃうけどね、確かになんかクリスマスの時期によくプレゼントに、あ、プレゼントに多かったです、あんた、よう分かってんな、今週も何でもやってる、よう分かってんな珍しくシルクファミリーにしては柄もんでね、そうやね、はい、でもずっと売り切れちゃってないですかって来るから、うん、ですか、そうなんですよ、で、この糸はオフスケール加工っていう防臭加工を施したウォッシャブル防毛紙、なかなかないんだよね、防毛紙でウォッシャブル加工してるのが、でスーパーウォッシュ機能を歌うことが可能です、いくら洗っても大丈夫、そういうことなんですね、スーパーウォッシュ、スーパーウォッシュ、そういうこと、そういうことやな、洗っても縮まないんですか、そうそう、これね、あ、ちゃんとウール洗剤で洗ってくださいよ、オッケーですまだ洗っていくらなんでもさ普通のやつはダメですそれで洗ったらかわいそうです、手洗いですか、それか洗濯機の、いやいや洗濯機で、あの全然、そうそう、ネットにちゃんと入れて、で、あの、まあね、ウール洗剤、おしゃれ着洗い、はい、で一応さ、うん、ウール洗剤で洗ったら何でもいいのかっていうと、うん、やっぱりね、ドライじゃないとダメな糸ってあるもんね、うん、そうじゃないって意味よね、これは、あ、なるほど、そうちょっと強めですよってことですか、そうそうそう、ドライにしなくてもいいよっていう、だからうちの靴下でね、すごくいい糸使ってるのがあるのね、それはやっぱりね、あのウール洗剤で洗ってもちょっと縮むので、そうなんで、できたらドライ洗剤ちょっと次紹介したいと思ってるんですけど、はい、ぜひ、うん、そういうので洗っていただいたらずっと柔らかくて、あの、お縮まずにお使いいただくことができます、はい、こちらはあのやっぱりウール洗剤は使っていただきたい、はい、あ、なるほど、そう、まあね、あの、またできたら、はい、いつだっけ、あ、金額は前と同じやね、はい、上がってないんやね、糸が上がってなかったからかな、よかった、うん、価格1400円で一足ご購入いただけます、はいはい、メリノール 92% ですね、そうですね、ほぼウールで、そう、8% だけ男性紙を入れています、うんうんうん、ほぼウールやな、メリノールいいウールで使ってるからね、はい、またぜひ、よろしく、あ、これも9月25日14時から販売されます、25日といろいろありますね、いろいろまとまってます、はい、お願いします25日ぐらいでちょっと気温が落ち着くみたいには聞いてるんですけどね、わかんないですね、冬自宅にはちょっと早いかもしれないですけど、ちょっとね、そう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 、があるんで、はい、よろしくお願いいたします、では失礼いたします、切ります、お願いします。